こと高橋リムです。はい、これからグラドルさんをこちらに呼んで水着紹介というものを撮るんですけども、裏企画でその水着紹介してる間に何回おっぱいをタッチできるかっていうのを2人でどっちが多く触れるか戦いたいと思います。してきます。おっぱい触れる？触れますよ。ということで早速行ってみましょう。はい、皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、新岡です。普段はプリマージュというアイドルグループで活動しています。よろしくお願いします。はい、青山美里です。普段はグラビアアイドルとして活動しています。よろしくお願いします。はい、辻レースです。普段はプロレス好きなグラドルとしてお仕事しています。よろしくお願いします。はい、ということで今から皆さんが着てる水着の紹介をしてもらいたいと思います。はい、ちょっと一歩前に出てもらって、はい、お願いします。はい、まずここから紹介します。なんかポイントはリボンが大きい。そうなんです。ここのリボンとなんか上と下がちょっと色と柄が違うのがポイントです。ちなみにあのメンバーカラーを選んできました。メンバーカラーです。はい、それがポイントです。このリボンも可愛い。そうなんです。あ、え、今ちょっとタッチされて感動しちゃった。感じの爽やかホワイトと赤で、はい、可愛い。ありがとうございます。これは、夏らしい、可愛めの水着がいいなと思って元柄を選びました。可愛い。色違いなんですよね。色違いなんですよね。フリフリね、バックショットも、はい、かわいい。かわいい。袋取ったよ。はい、はい、私も水着っていうかコスプレ系なんですけど、大雨だって思ってたんで、あったかい服にしました。防寒大事。防寒のあんまり変わらんと思うけど、結構あったかいんですよ。背中の羽も可愛い。ちょっとここがいい感じにエロいです。ここだけ。ここだけエロくね。素晴らしい。皆さんそれぞれ違いがあって。マイプはアメリカンです。今日のためにゲットしました。私の色違いでちょっと双子コーデでやらせてもらってます。ということで皆さんもいさんもい言い残すことはないですか。はい、ということで水着紹介でしたということだったんですけど、実は今裏企画でこの2人が皆さんの紹介中にどれだけおっぱいをツンツンできるか競ってたんですけど、させてもらいました。どっちが多かったんやろう、合計。最後追い上げて、追い上げてましたね。頑張ればよかった。私の方が3位です。3位。確かに。ということでどうでしたでしょうか。この動画が面白かった方は高評価、そしてチャンネル登録、コメントもどしどし待ってます。ありがとうございました。ありがとうございました。